な感じでほぐしてあげるとさっきよりもちょっとストレート感があってちょっとナチュラルな感じのポニーテールにもなれます。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日は、キヌードさんのカールアイロンを使って、ポニーテールを作っていきたいと思います。全体を巻きます。特に何巻きでもいいんですけど、まあ、ざっくり全体をしっかり巻いていきます。反対側も巻いていきます。後ろも巻いていきます。こんな感じでひたすらまず全体をベースをしっかり巻きます。巻くのがめんどくさかったら前日に、三つ編みとかして寝てその癖でポニーテール作っても全然いいと思います。はい、じゃあ上の方も巻いていきます。少し引っかかりがあるときはフォーミングしてから巻いてあげると綺麗に巻けるので、特に私は結構傷んでるので傷んでる方はフォーミングしてから巻くことをおすすめします。割と根元近くから巻いていきます。でもこんな感じで全部一旦巻きます。毛先の先が巻き残しがないようにだけ気をつけて巻いていきます。で、巻き残しがないように後ろの部分って結構巻き残しがあるので、このトップ、この後ろ、この鉢植えのトップを取ってで、ストレートの髪の毛があるなと思ったらそこをすくってこのまま上で巻きます。ざっくりでいいので、おろし巻きではないのでざっくりと取って、この鉢植えトップ取ってこうやって見て、あ、巻き残しあるなと思ったらこうやって巻きます。合わせ鏡とかでもいいのでちゃんと巻けているかも確認してください。で、全部巻き終わったら全体にまんべんなくワックスまたはオイルとかバームをつけていきます。こんな感じで全体にしっかりつけていきます。で、全体にしっかりつけたら顔周りをくれ毛残して、だいたいこのぐらい残して、この耳のここぐらいから上に向かってこんな感じ
くりでいいので高さを決めます。で横から見た時に大体このぐらいの感じで高さが決まったらここで1回ゴムで結びます。で私は髪の毛が多いのでゴムを2本使ってしっかりと結んでいきます。こんな感じで結びます。でこの時にもうある程度髪の毛は少し引き出しちゃっていいと思います。で次がこの下の髪の毛も上に結んでいきます。ちょっと下を向いて結びます。次にこの後ろの両サイドの髪の毛をくるくるしながら上に持ってきてここでゴムで1回結びます。この両サイドの髪の毛を上で結びます。であとは合わせ鏡を見ながらこのピンでちょっと髪の毛をこの結んだところに向かってここに土台が落ちて慣れてるのでピンで留めます。こうすることで少しボリュームのあるポニーテールになります。ちょっと顔周りを巻いていきます。顔周りはこのままでもいいんですけど、まあ、ワンカールぐらいちょっと外はねに入れていきます。最後全体にマックスをしっかりつけて合わせ鏡でチェックします。この後ろのところは少しほぐしてあげるとよりゆるっと感が出て可愛いと思います。こうやって全部しっかりカールがついて出来上がった後にちょっと崩していきます。ちょっとストレート感を出してで、この状態でちょっとオイルとかをなじませてあげて、こんな感じでほぐしてあげるとさっきよりもちょっとストレート感があってちょっとナチュラルな感じのポニーテールにもなれます。はい、こんな感じです。
こんな感じで、普通のポニーテールにちょっとポイント加えたりとか、ピンを刺してあげるだけでいつもよりちょっと高めのボリューミーなポニーテールができるので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。